えー、次回の意味も込めてですね「おい小林宗教夏休みだぞ何動画の投稿サボってんだよ」と、えー、いう動画を早速始めさせていただくんですけれども私教員という仕事をやっていてですね教員という仕事は夏休みというものがどうやらあるらしいぞとそんな夏休みという時間私何してるのかと。 いうことですよね。当然、教員というのは、通常の、まあ、授業をやっている繁忙期に比べたら、夏休みや冬休みなんていう、長期の休みなんていうのは、めちゃくちゃ仕事が楽なわけです。正規の教員の方はわかりません。私は非常勤講師としてあこういうことを言ってるんですけれども、全く職場には行っておりません。<laughs> 夏休みなので、はい。じゃあ、お前そんなに暇なのに、 なんか最近、ちょっとインターネットの不常率まあ、これがちょっと低下してきてるんじゃないかと。ね。ツイッターの方も、えー、だいたい2日ほどツイートしない時とかで、ね、平気でありました最近。ね。それから YouTube の動画なんてですね、もうだいたい2ヶ月近くは上げていないと。ね。このような状態で、何が YouTuber? 何がインフルエンサー何がミュージシャンミュージシャンに関してはちゃんとライブとか頻繁にやってるんで OK だとしましょうね。はい。 なぜ私がこんなにも、まあ、今ここで発信しているのは YouTube ですから、YouTube で発信してますから、なぜこんなに動画の投稿頻度が落ちてしまったのかという言い訳この言い訳を皆さんにくど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 語っていく動画になるんですけれども、まず、夏休みなのに動画の投稿頻度落ちてるのなぜなぜなぜぜ、なぜ<笑><笑>あの、 私ですね、もうやっぱり25歳のナウナイケイケバチバチなヤングですから、このように流行りの言葉、ね、使っていきますよ。なぜなぜ <laughs> 腹が立つね、この、この、<laughs> ね。なんでなんだろうね。自分で分かってるはずよりこんな言葉を使うのは非常にいやらしいような。そんな心持ちがしますが。ね。まずなぜ投稿頻度落ちてしまったのか、理由その1ですね。 まあ単純にゲームにハマっておりました。とあるゲームに。皆さんご存知でしょうかねこれ。私ですね、小学生の時にですね、DS で世界樹の迷宮2という RPG をやったんですけれども、まあ難しくてですね、このゲーム、死んで覚えるいわ、いわば死にゲーというようなゲームでございましてですね、その世界樹の迷宮の、最初は DS だったんですけど、HD リマスターっていうのがですね、 スイッチ版でもですけど、えー、スチーム、えー、インターネットのパソコンのゲームの方でもですね、出ることになりました。なので、私、それ、だいぶ前にもうすでにセールの時に買ってたんですよ。ただ、全然全然結局やってなくて、積み毛になってしまっていたので、なので、これを機にですね、ちょっとプレイしてみようじゃないかと思ったら、まあ、どハマり。えー、一日に4時間、5時間ぐらいパソコンのモニターにぶっ続けで向かってね、いや、それ何も日中やってるってわけじゃなくて、 仕事が終わった後に、まあ一応バイトもしてるんだけれどもね、別の。仕事が終わった後に、夜中4時間5時間やって、睡眠不足のままバイト先に向かうというような、えー、気候を繰り返していました。えー、見事に風邪をひきました。<笑><笑>皆さんもね、夜更かししてゲームすることないように、私いい大人なんですけどね、もう夜更かしして、えー、ゲームしてたら体調崩しました。ね、バカです。はい。 それ他にもですね、世界中の迷宮の他にもですね、とあるゲームにハマっておりましてですね、それがポケットモンスターソードで、どっちも RPG のやり込みゲーじゃないかと、そうなんです。どっちも RPG のやり込みゲーをですね、ずっとやり込んでいましたらですね、えー、風邪を引きました。ゲームのやりすぎで風邪を引きました。私は馬鹿です。<laughs> ただね、このポケモンソードもですね、まあ、今更ソードやってんのって話なんですけど、私ですね、 えー、ずっと友人からですね、えー、仮パクしているソフトがありましてですね、それがポケットモンスターソードだったり、あと、まあ、動物の森だったりとかもですね、あ動物の森はどうだったかな仮パクですかね。はい。まあ、あの、なんで仮パクした状態になってるかっていうとですね、その借りた人がどうやら、風の噂によるとパクられたらしいですね。<laughs> 風の噂によるとこうなってしまったらしいと。まあ、審議の方は定かじゃないですけど、なんか連絡がつかない状態になってしまったんで、返すに返せないという状態になってるだけなんですけどね、非常 非常に今面白くこのゲームプレイさせてもらってます。はい。なんであの、当の本人の方いましたらですね、私が借りている方いましたらね、あの、また今度遊びついでに返しましょう。ただね、あの、また全然プレイ終わってないんで、まだ返、まだ返せません。<laughs> はい。じゃあ、えー、最後ですね、えー、ま、今まで紹介したのを、ま、メインの理由ではあるんですけど、別にこんな動画、動画投稿と別に並行できるやんけと、ね、もっと重大ななんか理由があるんだろうって思うかもしれない。ね。あります。はい。それがですね、ババン。 ポケモンカードゲーム。ま、前からね、こいつ、なんだかんだ前からポケモンカードゲームにハマっている素振りは見せていたなと皆さん思うかもしれないですけど、あの時とは桁が違うぐらいハマってます。あの時とは比べ物にならないぐらいのハマり方をしております、現在。まあまあまあ、そもそも何なのかって話からね、皆さんにちょっとかいつまんで説明していこうじゃないかと。ね、私教員ですから、説明する力に長けている、 はずですから <laughs>。ポケモンカードゲームとは何ぞやらの授業をしましょう。はい。ポケモンカードゲームって何だと。ね。普通のカードゲームと一体何が違うのかっていう話をしていきます。まずですね、ポケモンカードゲームっていうのは、いろんなカードゲームがあります。 例えば、遊戯王だったり、デュエルマスターズだったり、マジック・オブ・ザ・ギャザリングだったりとかね、ヴァンガード、ヴァイス・シュバルツなんかいろいろなカードゲームがあるんですけれども、その中でも群を抜いてルールが覚えやすく簡単であるというふうに言われているのが、このポケモンカードゲームというやつです。じゃあ、このポケモンカードゲームでは一体何をしたら勝てるのかってことなんですけれども、こちらにですね、えー、東京新聞からですね、えー、記事を、記事というか写真を引用したんですけれども、えー <laughs> まあ、あこういうふうな、えー、なんていうんだろうな、バトル場というかね、えー、遊び方をします。で、まずですね、山札というものをバコンと置きですね、そこから最初に7枚カードをドローします。で、その7枚の中にポケモンがいたらですね、このバトル場だったりとか、ポケモンを5体まで置けるベンチってところに出したりするわけですよ。で、その後山札からサイドって言うんですけど、このサイド、6枚ですね、置きます。で、 自分のポケモンっていうのが相手のポケモンをぶっ倒したりとかするとですね、ご褒美としてこのサイドっていうのをもらうことができるわけです。だから、えー、相手のポケモン倒しました。ね。1枚サイドを取れます。これで全部先にサイドを取り切った方が勝ちのゲームになるわけです。で、まあ使ったカードはこのトラッシュってところに置いたりするんですけどね。はい。まあ、至ってシンプルなゲーム性。 で、これを実際対面とかでですね、対戦するってなると、ま、あこんな感じの絵面になったりするわけです。で、実際のポケモンとですね、まあ、同じようにですね、ダメージとか HP っていう概念とかね、技を使ったりとか、えー、そういう概念があったりしますんで、ここね、ちょっとちっちゃくて見えづらいかもしれないんですが、はいはいはい。こんな感じでですね、ダメ感というものがありまして、例えばここにいるマスカーニャ、HP160 になってます。 そこで相手から50ダメージを食らったとしたら、この50のダメ感っていうのをこのマスカーネの上に乗せてあげたらいいわけです。で、技を打つときには、この下に敷いてあるですね、エネルギーっていうカードを一旦に1枚だけつけることができるんで、こういうのをつけて相手に攻撃すると。で、カードの効果によっては、これをめたくそ大量に一旦にね、その1枚っていう制限もなく大量につけれるカードみたいなのも、まああったりすると。まあそこの辺のね、奥深さがまああるゲームになっております。それが、ポケモンカードゲームです。 ね。今軽く説明しただけでも、もう皆さんなんとなくルールを覚えていただけるぐらいには簡単なゲーム性になっているんで、もちろん大会には小学生とかもたくさん来ています。っていうか、むしろ対象年齢8歳以上だったかな、確か。のカードゲームなんで、そこの層がメインになるわけですね。まあね、このサイドとかね、ベンチとかバトルバーみたいなね、まああの、非常にですね、まあ実際のポケモンのゲームとかね、まあそういうのとゲーム性が近いような感じになってきていてですね、例えば毒とか混乱とか麻痺とかの、 状態異常なんかも割とゲームのね、えー、内容に即したものになっていたりして非常に面白いねまあ実際のポケモンのゲームが好きな方も思う存分楽しめるといった内容になっているわけでございますはいじゃあ私がどれぐらいハマってしまっているのかっていう話をするんですけれども私ですねここから話すことっていうのが、まあ、めちゃくちゃ重要なんですけど ポケモンカードゲームって、やっぱり対戦相手がいなければならないので、対戦相手がいるような場所に足を運ぶ必要性があるわけですね。はい。私ですね、週に3、4回大会に行き始めちゃいました。仕事が終わってから、週に3、4回、えー、ジムバトルというですね、お店で開かれている大会に出場することになりました。それもね、高校からの友人を引き連れて一緒に何べんも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 行ってるわけでございます。 どういう場所で対決をするのかっていうとですね、こういうデュエルスペースという場所が <laughs> ありましてですね <laughs>、カードショップの中にはですね。で、そこの中でですね、みんなオタクで顔、オタク同士で顔を付き合わせてですね、カード、紙をしばき合いながら対戦すると。で、このジムバトルっていうのが出ると何がいいのかっていうとですね、まあ実際リアルのナオの人間と対戦できるっていう楽しみもあるんですけど、まあ参加費がわずかなのにもかかわらずですね、 このプロモカードパックっていうカードのパックがもらえたりだとか、このジムバトルでしかもらえないような限定品のカードっていうのがもらえたりするわけですよ。で、あんまり勝てなかったとしても、最後、じゃんけん大会っていうのがあって、じゃんけん大会で勝てば、またそれはそれで別で景品がもらえるっていうなんとも優しいシステム。ね。で、現在ですね、 まあ夏休み期間ということもありますんで、やっぱカードゲームといえば値段がやたらに高いとかあると思うんですよ。例えばここに紹介されてるカードとかですね、相場800円のやつ。で、しかもこれ4枚デッキに入れなきゃいけないとかね。あとここには500円とかのね、カード。これも大体2、3枚ぐらい入れてほしいとされているカードなんですけど、こういうカードが、なんと大会に出た回数に応じて何弁でももらえます。<laughs> やばいよね。ファーストエントリーキャンペーンって言うんだけど、まあやっぱね、 こういった値段が高くなってしまったカードっていうのを多分公式はですね、小学生の子たちとかにもですね、ゲットできる機会を与えてあげたいなというふうに多分思ってるはずなんです。なので、ジムバトルに1回目来たらまずスタンプカードを差し上げて、そして2回目来てもらったらこの800円ぐらいのカードを上げて、3回目ぐらいに来てもらったらこの500円ぐらいのカードを上げてってことをやってるわけです。これのために何べんも何べんもジムバトルっていうのに通う必要性が出てくるわけですね。 その他にも、私がどれぐらいハマってるのかを示す指標として簡単なものがありまして、それが、デッキの数です。デッキの数、最初、1個しか持ってませんでした。この1個っていうのは、まあ、ポケカーが好きな方なら通じると思うんですけど、レギュレーションというものが落ちてしまった、古い、えー、カードのデッキでございました。だから、実質的には、まあ、ゼロな、まあ、やつなんですね。最初に使ってたのは、アルセウス、白ババドレックス、 っていうまあデッキだったんですけどさすがにそれだと大会には出れないよねってことで白馬ブレックスをギラティナというものに変えるだけで簡単にデッキが作れるんですねアルセウスギラティナデッキというものを採用してですね純バトルの大会に、えー、今年の6月ぐらいに初めて迎えましたね友達とまあそしたらですね、えー、これだいぶもうすでにポケかって環境の流れが早いんですよだからですね私の使ってたこのアルギラデッキ っていうのはですねもう古いいと、ね、全然勝てないんですもうプレイングとかそういう境地ではないぐらい全然勝てないもうただもうダメージが与えられないとかねもうそういう悲しい状況だったわけですそこでですねちゃんとしたデッキを作ろうと環境に即したデッキを作ろうってことでですね、えー、まあ長く使い続けられそうでかつ、えー、最強のデッキっていうものを握ろうと話はそれからだと思いましてですね 私、リザードン EX という、えー、まあ、もう、これに勝てるポケモン存在するんってぐらい、えー、強いデッキを握ることにしました。ね、しかも値段が安いということで結構組みやすかったんですけど、で、これを組んで大会とかに何遍も出ていくうちにですね、当然、一つのデッキだけでは空きが来てしまうわけですね。なんで、たくさんたくさんデッキを作りたい。ちょっとヘンテコなデッキを作りたいなと思って、今度はですね、 お祭り温度というデッキを作りました。これが、リザードンが割とストレートなデッキなのに対してですね、変こなデッキです。全然強そうに見えない、まあ、カードを使ってですね、一ターンに2回攻撃するみたいな気持ち悪い行動をして、相手のデッキを、まあ、叩き潰す。そういうデッキでございます。相手の、えー、まあ、ポケモンを倒すというデッキでございますね。で、このお祭り温度っていうのもですね、別に環境でそんなにトップを取っているわけじゃないデッキなんですけれども、 まあ、じゃあちょっとどうせならですね、もう一個ぐらいガチの環境デッキね、ちょっと握ってみたいなと。で、新しくですね、パックが発売されるっていうのにも合わせてですね、今度は、えー、この、テラパゴスという新しいポケモンが登場したんですが、このテラパゴスを活かしたデッキね、で、パルキアと組み合わせて作る、大空洞パルキアなんていうふうに言われてるんですけど、そういったデッキを、まあ、プロキシって言って、カードのコピーを入れて遊ぶやつなんですけど、それで、まあ、ちょっと組んでみたりしました。はい。で、 最近新しく作りました。このテラパゴスのパックに一緒に入っていた過密オロチってやつ。このステラミラクル50パック開けて、こいつが一体も出ずに、こいつだけやたら出ました。なので、この過密オロチというのを主軸にしたデッキを作ろうということで、過密オロチオーガポンデッキというものを作って、えー、最近診断バトルというものに持っていっています。で、最近というかね、あのー、まあ、ここ数日ね、 もうちょっとデッキの数増やしたいなぁなんて、また欲望が出てきてしまいまして、このリザードンと張り合えるぐらいのデッキって、実はもう一つぐらいあるんですよ。それがですね、ドラパルトというですね、ポケモンがいまして、それを主軸に置いたデッキ。ね。これも、パーツは揃ってるから、まあ、プロ騎士とかで代用してもいいんだけど、まあ、作っちゃおうかな、というふうに思ってですね。 まあ4つとか言ったんですけど、5個に増えようとしています <laughs>。わかりやすい指標なんじゃないですかね。それだけで、それだけならいいんです。仕事終わりにジムバトルに行って勝負をしている。これだけじゃ全然まだまだ。ね。まだまだですよ。これじゃ普通に誰でもやってる。私ですね、仕事先でポケモンカードやってます。<laughs> 仕事先でもポケモンカードやってます。はい。私ですね、 えー、まあメインの非常勤講師の仕事の他にも学童というところで働いているんですけれども、えー、学童でですねポケモンカードというのが流行っております、えー、いらないカードというのがですねどん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 学童に寄付されていってですね、えー、まあ暇があったらですね私がデッキを組んだりとかして、えー、子どもたちのために何個か置いといてあげるみたいなそういうことをやってるんですけど、まあ、そこにですね当然私もこんだけいっぱいデッキ組んでるわけですから私のカバンをそのままドンと持っていってあのみんな遊んでいいよと。で いうようなことでですね。まあ、子供たちが楽しそうに遊んでるのを見守ったりするんですけど、そんな中小学生からですね、こう言われるわけです。右京く君とポケカがやりたいんだと。右京く君ポケカをやろう。ね。環境トップのガチデッキ同士を握り合って戦おうと。ね。なんて向上心の強い子供たちなんだ。よし、受けて立とうってことでですね。えー、バイト先の学童でもひたすらポケモンカードをやっていますね。 自分から声をかけるわけじゃなく、向こうからちゃんと声をかけられた上でですね、やってるので、あれですよ。わ私がやろうとしてるんじゃなくても、そういう流れになってるから仕方がないと。ね。私、お金もらってポケモンカードをしています、最近は。はい。まあ、そのような感じでですね、えー、目が覚めれば、基本的にずっとポケモンカードを握っているというような、変な生活をしています。<laughs> はい。 で、まあ、あジムバトルというものにですね、行き始めてですね、まあ、あいろいろ感想が出てくるわけですよ。普通の人はこんなジムバトルなんて大会には行かないわけです。ね。まあ、ジムバトルに行き始めた感想を述べていくんですが、まず知り合いがね、めちゃくちゃ増えたと。あの、何遍も何遍もですね、通っていると、その店に通ってる人って、もう大体一緒なんですよ。ね。で、毎日のように通ってる人って、毎日のように会うわけですよ、ジム場に行くたび。あ、まるまるさん 今日もお疲れ様です。今日もいいところまで勝てるよ頑張りましょうね。とか言って、めちゃくちゃ友達増えました。はい。ただ、あの、基本的にオフラインのところでそんなに、なんか、あれですよ、その、大会の会場のバーだけで、まあ喋って、別に、それ以外の場所では、そんな、Twitter とかも別にそんな繋がってる人もあんまりいないんで、別に関わり合いはないんですけど、はい、大会行ったら喋れるぐらいの知り合いはめちゃくちゃ増えました。そしてですね、カードゲーマーあるあるといえばですね、 えー、臭すぎるとか、汚すぎるみたいな、そういうイメージが結構あって。で、例えば、カードゲームの大会に女性プレイヤーが行った時にですね、あまりにも対戦相手だったり会場が臭すぎて棄権したみたいな、そういうケースとかがあるわけですよ。なので、カードゲーマーっていうのはもう、悪印象がそれだけでイコールでついてしまってるわけですね。肝を卓の創屈と言われてしまっている。 それをですね、やっぱり、プレイヤー側の意識で変えていかなきゃいけないなということでですね、最低限の見た目に私は気を使うようにし始めました。他のプレイヤーはどうか知りませんよ。ね匂いも攻撃のうちだって人もいるかもしれないですけど、私は一応気を使い始めましたね。一応、そのポケカの大会に行く前は、家で一回風呂入って、で、えー、まあ、 大丈夫だとは思うが、一応、8-4とかね、消臭剤とかはやって。で、普段はサンダルで、まあ、バチもカッポしてるんですけれども、まあ、ちゃんと、えー、靴下履いて、靴履いて、ね。ちゃんと見た目最低限には気を使いましひ髭もそって、と、ね、<laughs> それだけなんですけど、でもそれでも大事なんだなと思いましたね。ね。あのー、まあ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 、少しでも、印象を良くしようと。はい。でですね、 えー、年齢層はどうなのか年齢層は、ね、非常に幅広いです。小学生からですね、上は60代ぐらいの人まで見たことがあります。でただ、偏りがあるのは性別の方なんですね。はい、性別に関しては圧倒的男です。えー、98%ぐらい体感では、えー、男しかいないんじゃないかなと思います。 ただ、ポケカって、その中でも割と女性プレイヤーがいる方のカードゲームではあるんで、例えば子供と一緒に遊んでいるママさんだったりとかですね、そういう方はよく見ますね。はい、まあただ、圧倒的男です。はい、ただ、年齢層は広くてですね、割とそのカードゲームの大会って私、小学校の時に遊戯王の大会に行った時にですね、まあ、ちょっとあの、 小学生なのにやたらと高圧的に当たられたりすることがあって、軽くトラウマになったりしたことがあったんですけど、えー、そういう人は割と少なくて民度がいい、えー、そういうカード義務なんじゃないかなと思います。別に遊戯王の人は批判してるわけじゃないですよ。私は遊戯王も好きですから。はい。で、あとジムバトルね。これ、これがね、癖になっちゃう。ね、地道になるんだけど成長を感じる場でもあるんですね。 えー、あそこのプリングもっとこうしとけばよかったなぁとか、まあ、勝っても負けても楽しみ方があるわけですよ。あ、あそこでこうしてたら勝てたのか、じゃあ、こう、次からこうしようとか、こういうふうにデッキを変えていこうとか、こういうふうにですね、徐々に徐々にですね、向上を繰り返していくと、やっぱそれがですね、勝率という形で目に見えてわかるようになってきてですね、あの、前まではゼロ勝が当たり前だったんですけど、ようやく最近一勝、 一生だけでもできるようになってきて、ああ、これは地道だが成長を感じる場だなと思って、めちゃくちゃ楽しいです。でね、あのポケモンカードね、ねやっぱあのー、ずっとゲームやってると頭疲れてくるのと同じで,ですね、ずっとポケモンカード連戦やってるとですね、頭がマジで疲れてきます。本当に途中でぼーっとしてくるんですけど、そういうときはですね、ラムネ、ね、ぶどうと取るといいってことで、私常にララの森永のラムネを常備するようになってですね、それとまあコーヒーを合わせてですね、決めるとですね、バッキバキに目決まってですね、何戦でもできるとねいう。 ジムバトルだって最大5、0 0 0ぐらいやるのかな人数にもよると思うんですけど。めちゃくちゃ疲れる時は疲れるですね。はい。なんで脳みそめっちゃ疲れると。ね。ただやってるうちに慣れてくるんですけどね。はい。まあ、こんな感じでですね、えー、ジムバトルというものに、えー、週3、4回行くことで非常に楽しい思いをしているがゆえに、えー、最近動画の投稿だったりとかですね、えー、が滞っておりました。えー、ツイッターの更新も滞っておりました。大変申し訳ございませんでした。 はい。それでは皆さんもですね、楽しいポケカライフをぜひともお過ごしください。ね。あの、最近ではリモートでポケカーなんていうのもできたりするみたいなのでですね。えー、まあ、興味があったら私の方に連絡していただければ、なんかディスコードとかつないでまたぜひやりましょう。はい。じゃあまあ、そんな感じで皆さんお疲れ様でした。えー、これは言い訳です。ね。あの、ライブとかもですね、ここから頻繁にやっていくんで皆さんぜひ、お、お越しいただければと思います。えー、まあ、直近だとですね、 8月15日にですね、東京で下北沢シェルター、ね、ぼっちザロックでも出てました。そこでですね、音大生の頂点っていうね、えー、まあ、ユーチューバーだったりとかですね、えー、中原清文っていうですね、えー、中原くんと呼ばれたりしてるんですけど、シンガーソングライターの人だったり、根なし草パラオさんっていう方だったりとかですね、対バンしたりとかすると思います。で、そこには歴史ア踊るルで出ますんで、ぜひお越しください。あとですね、 8月21日、大スの望み屋という場所で投げ銭で弾き語りをやります。そして、8月23日、サッドハッピーバースデーズという私がドラムを叩く新しいバンドを始めました。海外の、まあ、英語で歌うバンドなんで、海外オルタナ志向のバンドでございます。ね。それも名古屋の KD ハポンというところで、初の自主企画をやることになりましたので、ぜひお越しください。その時に自主制作の音源というものを初めてリリースします。会場限定です。なんで、ぜひ興味があったら来てください。 はい。そして、8月25日、私、大阪の方にも行きます。えー、大阪のですね、また、またか、梅田ラテラルという場所でですね、私が初めて人生で楽曲提供した、月森楓さんというアイドルの方と、えー、ツーマンライブを行います。その時、弾き語りで私やるんですが、ツーマンということもありますので、結構な長尺弾き語りをすることになるのかなと思います。大阪で長尺の弾き語りをすることはレアなので、ぜひお越しください。えー、8月に関しては、まあ、このような感じの、えー、まあ、ライブ日程になってるのかな。はい。 9月に関してはですね、名古屋の今池祭りというですね、祭りにもですね、弾き語りで参戦しますし、えー、いろいろライブも出ますんで、まあ、情報に関しては、ツイッターだったり、えー、YouTube で、インスタグラム、要チェックだチェキラということで、はい。まあ、今日は私がなぜ動画の投稿が滞ってるのかって話をお届けしました。えー、無編集ですが、まあ、皆さん見ていただいてありがとうございました。ね。はい。あのー、授業とかね、そういうのも、せっかくだったら、 インターネット上でやれたらいいよね。さすがにね。<laughs> 生徒からやってって言われてるからね。はい、じゃあお疲れ様でした。皆さん、良い夏休みを。